どうしよう。あ、じゃあこの中にリテが好きな人とかいますか？いますか？あ、二人いる。イカリさん僕のこと嫌いなんだ。じゃあこの島から消します。え、なんか二人モヤモヤしてるやついるんだけど、お前寝てんのかのんきに。え、なんどうしたこれ。あれ、なんかこういう時ってモヤモヤしてるんじゃなかったっけ。え、ちょっとマー君からちょっと行ってみるか。え、どうしたマー君。え、ハートマークついてんだけど。はい。え、これ結婚ってあんの。え、これ結婚ってやつあるんだ。ちょっと待って、新生活だけじゃないんだ。え、友達コレクションって恋人で終わりかと思った。ええ、初めて知った。え、クリアじゃん。じゃあもうスタッフロール流れたんだけど。え、友達コレクションって結婚あんの。え、僕知らなかった、マジで初めて知った。そして何この雑コラ。新婚旅行までらしい。予想していい？ハワイ。ハワイでしょ、新婚旅行で言ったら。香港。珍しい。香港だって。香港ってどこにあんの？あ、これ、写真撮るんだ、僕が。いくよ。せ、チーズ。はい。お、いいじゃん。これたまにまばたきしちゃうときあるんだよね。時計通って北海道見なかったっけ？せ、チーズ。ほい。あ、ちょっと目つぶっちゃったね。まあ、それはしょうがない。フェニーから見た街。香港って何があんの？ほい。あ、まあまあ、これもまあ、いいんじゃないですか。思い出になるじゃん。うん。目つぶったけど。よかったじゃん。香港って何があんの？マジで。箸。香港の箸もらった。あ、でも本当は、妻になってる恋人のところが。マジかよ。え、満足度全然上がってないじゃん。新婚旅行にも行ったし、結婚もしたのに。なんか、先越された感があってちょっとショックだな。まあ、いや、幸せにね、じゃあ。どうした、僕。あ、なんか喧嘩してるな、これ。誰と喧嘩したんだ？待って、僕、親友ドンマイになってんだけど。あいつ親友だったのいいじゃん。え、見て、え？ガチ、ガチじゃん、これ。え、これでさ、破局とかになんないでよ。頼むよ、マジで。てめえの機嫌ぐらい、てめえでどうにかしろよな。親子丼僕めっちゃ好き。まあ、ガムって気分じゃないよな。キッシュ、僕キッシュって知らない。ピッツァ、一切れ。一枚じゃない、一切れ。んじゃあ何あげようかな。まあ、朝だしな、がっつり行くってわけでもないから、目玉焼きあげるか。はい、朝と言ったらやっぱ目玉、ごめんね。目玉焼きだよね。どうかな、大好物だったりしないかな。あ、でも目玉焼き結構コスパいいの。あ、え、待って、エミとな喧嘩しちゃってさ、もうリテと別れたいんですってまた言われたらもう僕、ちょ、頼むよマジで。めちゃくちゃ怒ってるじゃん。だってなんか鬼の形相してるからね、これ今顔見えないけど。許して。あ、よかったー。破局ならず。よかったー。おはようございます。お腹空いたとこかな。ジーニさん、ジーニアスっすか。まあ気合うんじゃない、多分バッチリなんじゃない。なんかマザーって頭良さそうだしな。さあ、ごぼう一緒に遊ぼうか。なんか何で遊ぶ。これだるまさんがこの後がいいな。エアーはさ、これ好き。いくよ。まず僕左上から攻めるんだよね。なるほどね。つまり攻撃の攻撃の、やばい、まずいねこれ。じゃあもう僕何がどこにあるかも覚えてないね。エビラここだったはず。そう。で、ここはグラタン、ここ。やべ、簡単だ。イージー。キャービー。イージー。ここ。やべ、泥棒出てきた。お、やった。で、これで、ここは、ここかな。これは運ゲーだね。じゃあ、これで、これで、まあ、パーフェクトゲームだよね。よーし、ナイス。いいんじゃないですか、全然。どこ開けようかな。まあ、僕は真ん中だよね、絶対。何これ。辞書。じゃあ新しい意味作るか。ぶっちゃけ言って、もうネタ切れです。もう正直。正直ネタ切れだね。新しい住人。どんなの作ろっかな。
さあというわけで1人目ができました。名前は中島ヒロで、ニックネームはヒロで、この人はね、まあ体、まあ外見はね、まあ男の人だけど心は女の人だよっていうね、まあそういう方になっております。なんかこういうミーさ、なんかミートピアにもいたよね僕ミートピアでも作った気がすんな。だね、行動はね、まあ割とキビキビしてる。で、言葉は結構マイルド、表情はもう豊かなんじゃないかな。考え方は結構楽観的で、はっきり言って、まあちょっと変わってるよねこの人はね。さあ、どんな人になるんでしょうか。なごみけ、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑っていただけじゃなくみんなが楽しみに行動する、実はしっかりもの。めちゃくちゃいいじゃん、すげえ意味できたんじゃない。どうすかヒロさん、すやすやとは意外といいとこでしょ。待って、遊びたい人いるね。イカリさんどうした。イカリさんなんか近くない、カメラに。ちょっと遊ぼうか、遊ぼうよ。ダナス、これで行きます。あ、動いちゃった。うわー、もうこれ結構むずいんだけど、焦っちゃうねこれ。どうしてもあと15秒だったからなんとかなったかもしんないね。さあというわけで2人目ができました。名前は新島ほのかさんで、ニックネームはほのかさんで、まあこの人もね、まあさっきのヒロと同じで、まあそうだね、まあ体は女の人だけど、まあ心は男性だよっていう方になっております。僕はそういうなんかのにも配慮した姉妹になって、てかそういうなんかね、あのそういうなんか偏見とかがないスヤスヤ党を目指していければなと思います。で、行動は結構キビキビしてる。で、言葉は結構ストレート、表情はまあクールだよね。考え方は結構まあ慎重かな。はっきり言って、まあどっちだろう、常識人寄りにしようかな。まあこんな感じでいこうか。はい、バッサリ型、我が道を突っ走るタイプ、他人の言うことは気にせず何度もせよ行動できる。へえ、いいじゃん。わ、もう次3階になるぜこのマンションも。だいぶ人増えてきたね。そろそろ増築とかしたいんだけど、悩みがありますようですね。ありますようですね。なんだ急に、どうした。はい、お腹が空いた。まあ今朝の10時なんだよね。うん、どうしよう、カビットパンでもあげようかな。まあそれはちょっとね、良くないと思うんで。え、何あげよう、アンパンとかあげるか。軽くて食べやすいよね。朝ごはんアンパンと牛乳とか最高だよね。あ、やっぱアンパン好きか、いいね。しかしショートケーキは越せないと。なるほどね。何くれるんだろう。はい、何これ。あ、風邪薬か、なんかゲームボーイに見えたゲームボーイかと思ったら風邪薬だった。ありがとう。あ、どうした。うわ、できた、東京ドーム。東京ドームです皆さん。はい、これ何ですかちなみに。質問ホール、へえ。多数決、あなたに聞きたいの2つのイベントが行われます。あなたが悩んでる、お、あなたが悩んでいることを。なるほど。あなた、住人たちいろいろな質問ことを、そうなんだ。一度訪れてみるのをお勧めします。なんか、いいの僕のそんな。僕にそんな決定権みたいなっていいの。あ、そうだ。その前にさ、今日朝一まだ行ってないんだよね。じゃ行ってみようか。何売ってるんだろう。親子丼？これ何？これ何ですか？冷やかしとかじゃなくて、これ何を売ってるのか気になるんだけど。まあいいや。とりあえず30個ぐらい買っとこうかな。とりあえず。30個でも9000円だもんね。安いよね。これ何すかちなみに。親子丼？さあじゃあ質問ホール行ってみようか。どっちにしよう。多数決から行こうぜ。多数決。僕のじゃあ最近の、あ、どっちにしよう。メガネ、コンタクト。どっちにしようかな。じゃあまずは。じゃあ、例えばね。例えば、レッドブルと、モンスター、どっちがいいかなみたいな。どっちにするみんなだったら。はい。どうかな。お、みんなレッドブル派だ。いいね。僕もレッドブル派なんですよね。こっちじゃないとね、潰さ入らないからね。なんだお前は。プロズラしやがって。モンスター派？消去法。うん、ごぼうさんが正しいね。じゃあ、あと何にしようかな。あ、じゃあ、みんなは、ヘッドホンか、イヤホンか。これどっちにする？僕ちなみにイヤホンだね。編集とかするとき。お、みんなヘッドホンなんだ。まあ、僕もヘッドホン試してみてもね。イヤホンは？もうごぼうさん正解しか言わないじゃん。じゃあ、あと何しようかな。勉強か寝るかってあるね。勉強しなさい。
あ、じゃあ僕この後スプラの配信しようか。そうだね、配信か編集か、どっちがいいんだろう。ごめんね、漢字書くの、漢字書くと絶対ぐちゃぐちゃになるから、ちょっとひらがなやるけど、はい、どっちがいいんだろう。編集しろと。わかりました、編集をおとなしくしておきます。じゃあ質問フォールやってみるか。まるまるしたことがある人、泥棒いるね。泥棒こっち向いてない、なんかこっちの存在気づいてない。じゃあそうだな、まあこれでどうですか。万引き絶対泥棒あるでしょ。え、お前したことないの。じゃあ泥棒なのやめろお前。よくまるまるする人、よく、あ、じゃあそうだね、あくびとかしちゃう人いるかな。僕あくびよくするね。え、誰もしないんだ。まるまるが趣味の人、あ、じゃあここはやっぱりさ、これどうですか。ゲーム実況が趣味、実況が趣味の人。お、泥棒ゲーム実況趣味なんだ。お前泥棒だから多分あれだわね、割とかやってるよね多分ね。お前多分違法ダウンロードとかしてるでしょ。くたばりは本当にお前。どうしよう。あ、じゃあこの中にリテが好きな人とかいますか。いますか。あ、二人いる。イカリさん僕のこと嫌いなんだ。じゃあこの島から消します。自分は、じゃあ自分は頭脳派だと思う人、熱血は多分手あげないんじゃないかな。どうだろう、どうかな。あー、誰もいないんだ。もし生まれ変わったら、じゃあ、じゃあ自分になりたい人。じゃあ僕生まれ変わったら何にもなりたくないです。はい、どうかな。お、ゆかりさんいいね、ありがとう。僕のこと嫌いだけどね、この人は。ゲームボーイがこ、え、どんな壊し方なのこれ。なんでゲームボーイなんだ。ゲームボーイ高いところから落としてもこうはならないだろ。さあ今日もいろんな悩みを抱えた住人たちがいっぱいいるわけですが、あ、チェ喧嘩してる。誰と喧嘩してんだ。え、どうする、マー君と喧嘩してたろ。夫婦喧嘩とかだったらどうする。どうした、イカリさんと喧嘩。何したの、仲直りしてよ。何あげようかな。あ、ちょっと食べ物買いに行こう。カルボナーラ僕の大好物です。あ、超うまそう。卵物ってやつはこれうまそう。キツネのこれも美味しいね。夜中食べたいね。サラダいいね。え、ステーキとかもあった。なんか今日豪華だね、肉じゃがもあって。え、みんな、え、みんないいじゃんこれ。え、でもカルボナーラは自分にあげたいな。どうしよう、何あげようかな。まあ、ここは適当にピザとかでいいかな。はい、一切れだけど、一枚じゃないからね、一切れだからね。どうすか。あ、でもめっちゃ好きなんじゃん、よかった。さあ仲直りしてきてください。結婚したのマジで意外なんだけど。はっ、相変わらず独房みたいな部屋ですね。まあさすがにあのイカラ、イカリさんでもね、許してくれるでしょう。さすがに。まっすぐ謝ってくれたら、ほら、この。そんなことあんの。ああ、そっか。あ、何、あ、これ、落ち込み度みたいなのあるんだ。どうしたの。いや、でもあなた結婚したじゃん。どうする、な、何して喧嘩したの、ちなみに。私が2回ぐらいタッチするとどうして喧嘩したのか見れるんだよね。おいおいおい、まあ、高そうなやつもあったけど。そう、高そうなやつも欲しいんだけど、普通に。しかも物投げ合ってるしな。あ、僕バイトしてる、偉っ。バイトしてんじゃん、ちゃんと。偉いね。まあ、ちょっと高いけど、ワンコスタイル買ってあげるか。犬とか好きそうだもんね。ワンコスタイル買ってあげよう。これあげたら、まあ、だいぶ喜ぶんじゃないかな。どうすか。あ、イエス結構好きだったんだ。よかった。なかなかね。え、インテリアあげたのにお前、あ、2万何本ってしたんだよ。え、もう知らないじゃん。落ち込んだけか、めっちゃ分かってに。あの、絶望しかないです。さあ、マー君遊ぼうか。妻ができた、マー君さん。あ、あっち向いてほい、あっち向いてほいで遊びましょう。チャンスは5回、1回でも勝てば、え、そんな。僕はね、初手左。寄るやん。あっち向いて、さっき下だったよね。
2回同じとこ来るとはね、限らないから、じゃあ来るとは思わないから上。はあ、なんだこいつ。あっち向いて、次じゃあ、待ってね、下左行ってきたでしょ、多分上来るわ、これ多分。やるよ。で、さっき左2回来たから、もう左は絶対なもんない。今度こそ上。なるほど。下、左、左、下、下。もうこいつなんなん？うっざ。退去させようかな。おい、管理者権限でお前のこと退去させることだってできるんだぞ、お前。めちゃくちゃため息ついてたじゃん、今。しょうがないな。ちょっと癒してあげるか。どうやって癒そうかな。服とかさ、何あげようかな。服とかあげたいよね。あ、チエ、こういうの似合いそう。カシュクール、青。これあげてみるか。どうすかね。これ似合いそうじゃない？え、似合うじゃん。え、似合うじゃん。なんか普通に大学生にいそう、こういう人。僕、大学行ったことないからわかんないけど。頭撫でてあげるか。よしよし。おらおらおら。くそ、全然。これ多分あれだ、落ち込みと多分これ満足度の2分の1ぐらいだわ、間違いなく。お腹、オグルゴールでもあげるか。落ち込んだ時やっぱりね、癒しが必要だと思うんだよ。いいよ、ちょっと僕も聞いてみたい。癒される、普通に。眠くなるのこれ。ちなみになんだこれ、相性テスターなの。なんか理由があるのかな。これ確かさ、時間が経てばさ、なんか巻き直すみたいなのあったはずなんだよな。そこで、ちょっとずっと聞いてみようか。あ、動きがゆっくりになってきた。なんかこれ巻き直すってのがあるんだよね。多分だけど。確かあったはず、3DS 版には。DS 版にはあるかわかんないけど。いや、リアルで巻いてあげようか。自分で巻くこともできないのか。まあ落ち込んでるからな。鬱の時は本当に何にもできないからね。本当に？あ、よかったー。ちょっと、イカリさんダメだね。ちょっと叱ってあげないと。やだな、イカリさん叱るの。何くれるんだろう。あー、使い捨てカメラありがとう。何これ。え、安い、これ水か？水か牛乳だよね。え、買おう。え、これ99個買おう。これ水かな？買える分買おうよ。これだって99個買ったの4455円だもんね。これ何買ったの僕、ちなみに。これ僕何買った？これミルク？これ水もしかして今買ったの。飲み物かな？僕水道水45円で買わされたわ。みんな。でも水道水45円で買わされた。水道水ってそんなするの？ぼったくりじゃない？普通に。